衆議院の解散に伴い、来週15日に公示される総選挙を前に、県警はきょう、選挙違反取締本部を設置しました。昨日の衆議院の解散を受け、衆院選は今月15日公示、27日投票で行われます。これを受け、県警本部や県内16の警察署には、選挙違反取締本部が設置され、県警捜査2課にも今朝10時、看板がかけられました。およそ1800人体制で、買収行為や不正な投票が行われないよう取締りに当たります。自由かつ公正な選挙を確保するため、厳正な取締りや積極的な警告指導に努めてまいりたいと考えております。県警によりますと、3年前の衆院選では、戸別訪問などで16件の警告を出していて、今回はすでに文書刑事違反などで3件の警告を出しています。